はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。ティーズスカイラインですね、続きやってまいりましょう。で、前回ぐらいかな、高速をここクニッと曲げてたんですけど、まあちょっとブサイクかなっていうのがねありましたんで、ちょっとここはもう地下を通してで、まあ、これを潰したくないがためだけの処置ではあるんですけどね。まあ、こんな感じでちょっと作ってみました。で、次は、ここはね、あえてちょっと一個ずらしなので、であとはまあ例のごとく地下鉄通せるかっていう話になってくるんだけど、このラインだよね。うん。なので、ここ、もしくはここに一駅。ここの太い道はね、いらなくなりましたんで、これはカット自体になっちゃいそうですね。もう繋がってるからね、この風力発でもいらない。
あーちょっと狭いんか。88に合わせてる感じで、よいしょ、うん、ちょっと高さ調整ね。
か。あー結構坂やね。こっちか、ずらすか。そうかどうかまだ実は迷ってる最中ですね。ああそっか、あっちゃんかこれ。そう、ということでちょっと駅間は近くなるけど、こっちでいいか。また結構バンバンか、資産使い出してるけどね。
真ん中だからここにも駅だね。ここを宅地にして正解なのかどうかもね、まだ分かってない。まあまあ、なんか間違えた。よし、怖い。危ない危ない。
はい、ということで準備ができましたけど、ちょっと家を建てるのはまだ、ちょっと躊躇してる最中なので、まあ、この辺りはね、商業施設でもいいような気がする。まあどんだけそうね、抑えれるかに尽きるんですけどね。うわ、うん、あ、一応ませんのか。まやこね。で、騒音的には、ここの真ん中のところ辺だったら家建てても全然大丈夫そうなんで。うわぁ、そういうことになるか。で、ちょっと建物の低いレベルの密度のある住宅を、もう団地に近い。これがポシャらなければ、いるかこの道。では、ちょっと今回。
回長くなってしまいましたけど、この辺で。あ、いけそうかな。で、うん。この後、崩れんかったらいける。あ、いけるかも。よし。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あともうちょっとね、工業地帯作って林業とのね、架け橋的な感じでやっていければちょっとあそこの南側のね、林業地帯は復活するんじゃないかというふうに思っております。はい、ということでまた次回となります。それではさよなら。